は。こんばんは。こんばんはなのだ。ゆみりんが。くじをお知らせします。くじくじ。くじくじ。久しぶりのくじですね。くじ。どこにあったっけ。うん、まあいいや。はい。イエーイ。ということで今日はツイート配信をしたいと思います。録画したっけな。あ、してるしてる。予約してる。君水はまた明日見ます。今君水やってる。そう、録画で録画しました。ちゃんと。はい、今日はあのメールでその投票配信をしますって言ったんですけど、その後のメールを見てくださった方はお分かりの通り、ありがたいことに初回限定版だけじゃなくて CD が全部売り切れだったんです。私が行った CD ショップが。ありがたい。なのでまた違う CD ショップに明日行って買っていきたいと思いますね。そう、通常版もなかった。なんかびっくりした。その棚だけ何にもなくって、ってなって何にもないのってなってちょっとびっくりした。うん、でもなんかそこまでめちゃくちゃ大きい CD ショップじゃなかったの。なんて言ったらいいんだ。まあもうちょっと大きいところに行ってみます。店頭販売売り切ればいい。本当にありがたいね。ありがたいけど買いたかった買いたかったし、今日その配信をするつもりだったのでちょっと明日に持ち越しです。今日ちょっと楽しみにしてくれた皆さんすみませんでした。明日、まあ、今日先に、私より先に投票してもよしまた明日は明日の分で買ってきてもよし明日買ってくる。ぜひ。そう、メール見てない方とかねは知らないと思うので、そう、明日は自分でカキカキして実際に初回限定版を使って自分で投票してみようと思うので、ぜひ、なんか投票の仕方が分かんない方とかぜひ明日ハガキと初回限定版を用意してくれたら、一緒に私がここはこうやって書くよとか教えるし、全然もう投票の仕方なんてもうそんな分かりきってるよって方もね、なんか一緒にカキカキカキできると一体感が出て楽しいかなって思いますので、ぜひ明日ハガキと初回限定版を用意してくれたら一緒にカキカキができますので、その2つだけが OK です。配信一緒に書きます。ありがとう。30日当日決心有効なので、例えば海外の方とかでいや届くの心配だなとかいう方も全然当日決心有効だよね。30日の、うん、必着だったっけな。まあでも今から投稿しても全然絶対30日までには届くから大丈夫大丈夫。
ですね。あ、確かに応募券を貼るのりかテープも買わないと。そうだね。まああとはペンとか書く。その辺はまあ各自で。そんなこと言ったらじゃあ鉛筆の人は消しゴムとかなっちゃうけど。あ、あと、まあ、切るハサミとかもあったらなんかスムーズにいくかも。か、そう家にあるかな、だいたいハサミとかペンとか、うん、そうだね。投票がアナログなんだ。確かに。なんかそうだね、シリアルコードを打ってじゃないもんね今回。だいたい総選挙とかはシリアルコードを打ってだったから、今回はね全部手書きで。投票やり方講座、それをね明日しますので、ぜひ、だから明日ぜひ用意してくれると嬉しいです。うんうん、中派館発表があるか気になりますね。なんかみんな気になってるし、あるよ絶対あるよっていう人と、ないよっていう人といると思うけど、それはなんか運営の人のみぞ知ることなので、なんか絶対はどっちでもないので、まあ一応発表はまだされてないかな、中間発表があるとかも。なのでまあもしね中間発表があるんだったら、それの発表がね思ってたらいいしね。うんうん、そうあるともないとも言われてないので、本当に分かんないって感じですね。うん、まあなんかあるでしょうって言って結局なくって、いやないんかいって言っても、だって最初からないって言ってる、あるって言ってないでしょってなるから、まあそこはね別にあるなし関係なしに頑張りましょう一緒に。ね、早め早めの行動でぜひ。モバイルサイト東京のタブありますか。そう、それをねだから今からツイートしたいと思います。メール取ってくれてたらメールには送ってるんだけど、あれね公式サイトから探すの結構めんどくさいんだよね。私が貼る URL のはこのカップリングユニット開催決定のやつを貼るので、その中の投票フォームっていうところがあるので、その中をポチってやってもらえたら良きですね。ちなみに私はもうそこに飛ぶと漏れなくこんな感じの画面になります。このフォームはすでに送信済みです。1アカウントにつき1回までの応募が可能となりますって出るよ。もう投票したよ。面倒だったよね。ごめんなさい。面倒で。写真はね、なんか船と写ってるやつがいいなと思って。ちょっと前の写真になっちゃう。この写真投稿したっけな。ちょっとなんか写真重複しちゃうかもしれないから、ちょっと確認してみますね。モバイルはね、モバイルは昨日から投票ができるのでね。どれだっけな。やっぱりこれは載せてるんだ。
は載せてないんだな。ちょっと似たような写真を過去に載せてるけど、まあ写真は違いますということだけ言っときます。似たような写真なだけなので。なんてツイートしたらいいかな。ツイートしたらいいかな。なんかうまい言葉が出てこないんだよね。一緒に目指しませんかとか。確かに。なんて説明したらいいんだろう。ファンの方の投票で決まる。なんて言ったらいいんだろうな。ハッシュタグはね、私ね、あんまりね作りたくない人普通にハッシュタグ滝の由美子とかでみんな広めてね。ありがとう。いつも違った。後方精鋭部隊、後方精鋭部隊、プリングの瀬戸内後方精鋭部隊、合ってるかな感じ。一緒に なんかそういうなんかちょっとね入れてくださいみたいなことは言えないんですよね。キュキュッピョとかはちょっと NG。 うーん、なんて言ったらいいんだ。約束の場所があります、一緒に行きましょうなんて。素敵だね、素敵。素敵だね。うん、ね、って言ったらいいんだろうな。なんかちょっとメールを取ってくれてて、私のメールを見てくれた方はあれを一言で表すとどう言ったらいい、なんかなんて言ったらいい、なんて言ったらいい。メール見てくれたかな。リング選抜難しいよね。一緒にやりたい、背中押してください。うん、一緒に頑張ろう。うん、そうだよね。背中押してくださいはグッときました。ありがとう。
さんと1位を勝ち取りたいとかかな。そうだよね、なんかそれはちゃんとはっきり言わないとダメだよね。1位は出した方がいい。でもそうだよね、なんかさ結局はさメール取ってくれたりとかさ、ショールーム見てくれたりとかさする人はさ分かってくれるけどさ、このツイートだけ見た人はさあ別に7位番に入ったらいいみたいな感じで思っちゃうかな。したほうがいい。って言ったらいいんだろうな。1位を目指すってはっきり言ってくれた方が嬉しい。そうだよね、そうだよね。はぁ、うへぇ。今センターだからこそ1位を目指すということが、そうなんだよね。なんかなんだろう、そうなんだよねそうなんだよね。前向きでいいよ、ありがとう。そうだよね。でも全然そのなんだろうな、メール取ってない人とかは、その私がなんだろう、別にセンター譲らないとかで1位が取りたいわけじゃないじゃんかね、そう、ファンに認められた証っていうのがかしら。そうだよね、なんかそのなんか絶対私はここじゃないとダメじゃなくって、なんかそう、そうよ、なんて言えばいい、一言で。なんかメールにはさ文字制限がないから、瀬戸内を広めたい、瀬戸内の良さを広めたいという気持ちは誰にも負けない自信があります。瀬戸内の良さを PR するために1位を目指します。どうか背中を押してください。いい、
背中を押してくださいってすごく伝われたの、本当に。そう、熱い気持ちがあるなんて伝えたいよね。なんかそのシングルのセンターとこのセンターは違うんだぞっていうのをうまくかけたらいい。背中を押してくださいでいいかな。いいと思う。いい。伝わるかな。自信を持ってセンターに立てるように背中を押してください。でもそれがさ一番焦らなくてもいいよ。ありがとう。優しい。はい。ファンの方の投票で決める6枚目カップリングの瀬戸内広報精鋭部隊、瀬戸内の広さを広めたいという気持ちは誰にも負けない自信があります。背中を押してください。ファンの皆様と一緒に頑張りたいです。ストレートで素敵。1位入れた？入れてない。ファンの皆様と勝ち取ったセンター、ファンの皆様と一緒に頑張った
様と一緒に頑張ったセンターになってみたいです。どう重い？ファンの皆様と一緒に頑張ったセンターになってみたいです。背中を押してください。勝ち取るは、なんか勝ち取るってじゃあ2位の子が負けたのって、全然そんなつもりはね、全然そんなつもりはないんだけど、なんかなんだろうな、勝ち取るはそうだよね。あー、掴むにする。ファンの皆様と一緒に頑張ったセンターを掴んでみたいです。センターを一緒に、ファンの皆様と皆様とセンターを一緒に掴んでみたいです。背中を押してください。ファンの皆様ともセンターを一緒に掴んでみたいです。ファンの皆様と一緒にセンターを掴んでみたいです。1位センターって行けるのは早いかな。まあそうだよね、1位がセンター。なんかさ、みんなそんな感じで他のメンバー言ってるけどさ、なんかわかんないよね、それは言われてないよね。7位の子がセンターかもしれない。普通はそれはないけど、普通に考えて1位と言っておくか。1位の方がいいかな。1位と言っておく方がいい。1位、ファンの皆様からの1番が欲しいです。どう？はい、1センター、2、1位、3、1番。1センター、2、1位、3、1番。1センター、2、1位、3、1番。ファンの皆さんの1位になりたいです。いいね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。おー、
り一番か。でもそういうて変わんない、一番か一位かって感じですか。一番、一番になりたい。アイドルしっかりらしくていい。ファンの皆様の一番に、なってみたいです。なー、瀬戸内の良さを広めたいという気持ちは誰にも負けない自信があります。ファンの皆様の一番になってみたいです。背中を押してください。どう？ファンの皆様のより、ファンの皆様と、ファンの皆様と一番になってみたいです。え、ファンの皆様と一位になってみたいです。ファンの皆様の一位になってみたいです。なりたい、なりたいですがいい。はい、ファンの皆様と1位になりたいです。ファンの皆様の1位になりたいです。と1と2の1と2のファンの皆様との一番になりたいです。のとと、とが1だっけ、ちょ忘れちゃった。とが 1? どっちだっけ。とが1、のが2。切りまーす。ああ、遠か、やっぱり。ファンの皆様と一番になりたいです。背中を押してください。248、滝の由美子。いい？ちょっと、ちょっと、ちょっと、ね、ちょっと待ってね。今日これだけで終わりそう、なんか。しびれるねー、ね。大切なお話だからね。ファンの方の投票で決まる6枚目カップリングの瀬戸内広報精鋭部隊
瀬戸内の良さを広めたいという気持ちは誰にも負けない自信があります。ファンの皆様と一番になりたいです。背中を押してください。 URL なろうってなった。シンプルで分かりやすい。探検すると願いが叶えやすいね。言霊ってあるもんね。言霊って本当大事ね。本当に大事。でも別になんかそのなんだろうな、その思いはもうやったからいいじゃないかってなるかもしれないけど、そうじゃないよ。ならない。ありがとうありがとう。そもそもオーディション勝ち抜いてきたんでしょ。うん、確かに。あー、もばめ見てくれたの、ありがとう。ファンの皆さんと勝ち取った一番になりたいです。そう、そう言いたかった。そう言ったらいいか。ファンの皆様と皆さんと勝ち取った1位になりたいです。どう？なんか私はセンターになりたいじゃなくって、ファンの皆さんと勝ち取った1番になりたいのよ。そういうことか。そう、それをセンターというんだ。なんか私の勝ち取ったらやめた方が、なんて言ったらいい。あ、ファンの皆さんの応援で、なんて言ったらいい、ファンの皆さんつかみ取った、つかみ取った、確かにつかみ取った。そうだよね、私も勝ち取ったってあんまり好きじゃない。つかみ取った、ファンの皆様とつかみ取った一番になりたいです。そう、勝ち負けは避けたいね。そう、勝ち負けは避けたいよね。はい、ファンの方の投票で決まる6枚目カップリングの瀬戸内広報精鋭部隊、瀬戸内の良さを広めたいという気持ちは誰にも負けない自信があります。ファンの皆様と掴み取った一番になりたいです。背中を押してください。 UR
いい？あ、ファンの皆様と一緒に掴み切ったどんどん変わっていっちゃう。ファンの皆様と掴み切っとった、ファンの皆様と一緒に掴み取った。掴んだ、掴んだもうちょっと分かんなくなってきちゃったつかんだ、ファンの皆さんと一緒につかんだ一番になりたいです。つかみ取るの方がどっち？一緒に掴んだ、一緒に掴み取る、取った。最初なんだ、私最初なんて書いてたっけ。掴み取る、掴み取ったって言ったっけ。投票だってもういいや。つかみ取った、え、もうどっちでもいい、どっちでもいい、どっちでもおかしくはないですか、文章的に。取っただと過去形になる。だって1位は過去形の話じゃん。つかみ取った1位、消えです。そこはキボンはつかみ、つかむよりつかみ取りの方がいい。あ、なんか分かんなくなってきちゃったえ、ファンの皆様と一緒につかみ取る一番になりたいです。え、分かんなくなってきちゃった。合ってる言葉って難しいね。あ、一緒に一番をつかみ取りたいです。一緒に一番をつかみ取りたいです。はい、瀬戸内の良さを広めたいという気持ちは誰にも負けない自信があります。ファンの皆様と一緒に一番をつかみ取りたいです。背中を押してください。 UR すごい、めちゃくちゃもうこのツイートで1時間かかっちゃう。伝わる？いいかな。
リツイートしたいってなった、投票したいってなった、一緒につかみたいって気持ちは強くなったかな。本当に思った？本当に？じゃあ遅くなりましたがツイートしたいと思います。ぜひもう投票した方はもうモバイルで投票したよとか、なんかこれだけ頑張ってるよとか言ってくれるとめちゃくちゃ今日安心して寝れるみんなで一つになって、本当はねハッシュタグつくとか作るとこのハッシュタグでとかきっとできるんだろうけど、私は作らないです。なのでこういうこのことを広めるときはハッシュタグ滝野由美子でなんか私の名前をもう広めてくださいじゃないけど、なんかね、こう私のこと知らない方にも投票してもらえるような感じになったらいいなって思います。それでは一回送ったことがあるお気に入りの写真とツイッターに、それとまあ似たようなやつなんだけど、ツイッターには載せてない写真があって、どっちがいいなんか全部自分で決めろって感じなんですけど、なんかお気に入りだともう一回ツイートしちゃってるの、半年前ぐらいに。両方は無理、無理ってか両方はね違う。お気に入りを、え、お気に入りをでいいの？そしたら一回ツイートしてるから新たな写真ではないけどいい？勝負だからこそ、そうだよね、勝負だからこそお気に入りの写真がいいよね。船と撮ったやつ、じゃあ載せてない方は明日メールに送るね。勝負ツイートいっぱいリツイートされないといけないやつだから、ちょっとお気に入りの方を載せました。はい、それでは待って、渾身の可愛いって優しい。生徒選択カット。はい、それでは。投票した方は投票したよってコメントお待ちしてますの後にリツイートしてくれたら嬉しいな。じゃあいつもはいいねベスト10だけど、これはリツイートが肝心なのでリツイートベスト10をお読みしたいと思います。はい、コメントが遅くなってきた、もうみんな。そう、リツイートも順番わかります。みんな待ってくれてるのかな。それでは、いきまーす。10、9、8、7、6、5、4、3、2、
ランテューリブ融合する世界さん、ピッヒさん、 G3 号さん、片源さん、休校三好さん、井上義弘さん、野良ペコさん、藤本いつきさん、力也さん、マヤ妻の方さん、としきさんがリツイート10です。ありがとうございます。モバイルで投票したよ、つかみ取ろう、ありがとう、もう投票したよ、ありがとう。思い切り押させていただきます、ありがとう。5時あったよ、なに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 、本当だ、ちょっと消します、追記しは甘え。ということで、もう一度ツイートします。ごめんなさい、いっぱいコメントしてくれてありがとう。時を戻そう。時を戻そう。戻った、戻った。さあ、じゃあツイートしたいと思います。ドキドキワクワク。ツイート緊張しますね。じゃあ本当にこれでいいのか、ちょっともう一回やってみたいと思います。うんうん。はい。あとはいつもはいつもはいいねしてもらってるんですけど、今日は皆さんに拡散してもらいたいので、リツイートの方の10名を呼びたいと思います。さっきの方はさっきの方でもと、もう殿堂入りだからね、いきます。それでは行きたいと思います。ぜひもう投票してる方は投票したよっていっぱいもう大声で叫んでくれるととっても嬉しいです。それでは行きます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ツイートしました。ツイート、みつきんさん、エリオルマルさん、ゾロゾロはノアさん、ファルコンさん、まっちゃんちゃうさん、ヤギさん、てつやこの人たちさん、山口のゆいはんさん、タポンさん、タラさん、いいね10、ありがとうございます。一緒に頑張りましょう、ありがとう。とうに投票済みだよ、ありがとう。一緒に瀬戸内を広めていこうね、そしてユミの夢を死にたいです、ありがとう。投票しました、ありがとう。なんか明日ハガキ買ってきて投票するね、ありがとう。嬉しいな。先ほどモバイル投票完了いたしました。
マイディア投票した後はコツコツ頑張るよ。ありがとう。ありがとう。みんな早すぎね。みんな早すぎ。ありがたい。明日ユミリンと一緒にハガキ買います。お、ありがとう。ファイトです。ありがとう。ありがとう。投票方法は投票方法は今のツイートに貼ってますので、ぜひ見てください。投票方法は、投票方法は STU モバイルが1個と、あとは、まあ、初回限定版をご購入いただくとできます。はい、初回限定版モバイルは1人1個しか入れれないんですけど、初回限定版だと、まあ、買った分だけ投票ができますね。明日私買ってきてショールームで投票配信をするので、もしよかったら私も明日ハガキ買いに行くから、ユミリも今頃ハガキ買ってるかなって思いながらハガキ買ってくれると嬉しいです。明日はちょっと時間が空くっていうか、いけそうなので、最悪2つぐらいいけそう。どっちもなかった。でもあそこあると思う絶対、うん、みんなで CD ショップ巡りですな。ねえ、よろしくお願いします。ごめんなさい、本当に このツイートが遅くなってしまって、本当はね早い人だったらもう一昨日にはツイートしてたし、そう、昨日ぐらいからずっともう画像も作ってとか、投票方法はってみんながやってて、うちの推しメンはやらないのかなってもどかしくなっちゃったかもしれないけど、ちょっと収束が遅くて申し訳ないです。そう、でもやっぱりなんて言っていいかが分からなくって、でもそれを多分メールに全部書いた、なんて言ったら分かんないこの気持ちをぜひね、なんかお互いの負担にならない、なんか楽しいイベントにねなったらいいなって思う。全員がね、ファンの人も全員だし、メンバーも全員だし、これで6枚目まで頑張るぞってなって、結局5枚目も盛り上がったりとかしたらね、めちゃくちゃ嬉しいですよね。うん、あっせんだよーね、あっせんだよーですね。うん、なんかでも正直言うと、もう本当に私こういうのなんかキリキリしちゃう、胸がギュッてなっちゃう、メール読んで泣きそうになった、ありがとう。なんかね、こういうのがある時ってどうしてもいつも恵まれてる場所にいるから、なんて言ったらいいね、いろんな気持ちがあるんだけど、でもなんだかんだ STU って全員選抜が多かったりとかで、入ってからも
まあ、実質総選挙1回しかまだ経験してないちゃんとは。なのでなんかこういうのって今まであんまりなかったじゃないですか。だからなんか改めて、あ、私たちは48グループにいるんだっていうのをなんかすごい突きつけられた感じがしました、ですね。今の気持ちはドキドキですか、ワクワクですか。キューって感じって感じかな、なんかでもこれもまた自分がどれだけファンの方を信じてるか、私がいかにファンの人に信じてもらえるかっていうのもね大切だからね。なんか私も皆さんに頑張って応援したいって思ってもらえるような活動をしたいしね。なんか公約じゃないんですけど、なんか考えてて、私公約的なのね、公約的なのがなくてもあってもいいなんか皆さん的にはどうですか、そういうのがあった方がなんかあれなのかな。全然なんかね、もともと自分がいつかしたかったことだから、全然なんかね自分の負担にはなんない。そんななんか自分が嫌なこと、例えばなんかツインテール1週間毎日しますとかじゃなくって、自分が嫌なことじゃなくって、なんか自分もなんかどっかのタイミングでこれしたかったなって思ってたし、なんか皆さんも喜んでもらえるんじゃないかなっていうのがあって、一つ言ってみてもいいですか。全然公約、まだ公約に決めてないけど、はショールームでサックス配信なんてのはどうですか。なんか何気にショールームで演奏したことないし、いつかなんかどっかのタイミングでできたらいいなとは思ってたんだけど、なんか別に私もこれやりたいし、やりたくないことじゃない、ツインテールとかみたいに。私もこれやってみたいから、そう、もし一番になったら、お、良きですか。え、じゃあ、はい、決定。もし皆さんが私を一番に持っていってくれたら、ショールームでサックスライブを開催したいと思います。イエーイ。もちろん家ではできないので、まあレッスン場借りたいとか、なんかどっか借りて、カラオケかどっか借りてやります。え、じゃあいっぱい練習しとこう、いっぱい練習しとこう。なんかライブっていうから何曲かやりたいよね。うん、
西川の課題曲吹いてください。あ、でもその著作権的な問題があるので多分まあ歌えるような曲だと思います。わかりやすく言うとメンバーがショールームで歌える曲ぐらいしか弾けないと思いますけど、うん、あとはまあ著作権が切れてるやつとかそのドビュッシーとか練習時間ね。だからもうじゃあ練習 しときます。じゃあ私はいクラシックなら著作権関係なくないって思われがちなんですけど、って思われがちなんですよ。なんかそのクラシックやってる人から言うとなんかクラシックなら良くないっていうわけじゃなくって、その方の没後100年とかいろいろ条件があるんですよ。だいたい満たしてる曲が多いよっていうだけで、あとはよくあるのが、あ、ミチューだ、よくあるのが例えば茶色の小瓶っていう曲がありますよね。ちょっとジャズ的な、あれは全然もう 作曲者の方は全然亡くなられてるんですけど、ただあのあれをアレンジした方が生きてるんですよ。そこで引っかかっちゃうです。すいません業務連絡でした。著作権大変なんです。そう大変なんです。だからその作曲者の方の没後何年を過ぎてるかとか、いろいろアレンジは誰がしてるかとか、アレンジされてるされてないとか、いろいろなのを全部調べないといけないので、だから私は著作権とかは結構なんか普通になんかだかショールームとかもなんか当たり前みたいに YouTube に上がってるのとかもなんか意味わかんないってだからなっちゃうの。そのそういうのを調べて使えるかとかずっとやってたから、私そのもしご存命だったらこのコンクールで演奏したいんですけどとか、その方の許可が取れないとコンクールで演奏できたとしてもコンクールの DVD で残せなかったりとかするんですよね、うん、そうそう。だからなんか、うん、著作権ってなんかに関する多分意識が多分違うんだと思う。私はすごいだって YouTube に上げられるのすごい嫌だけど、なんかみんな的にはいいんでしょ？よくないけどね普通に考えたら、うん、だからなんか感覚の違いなんだって思ってる。私が我慢したらいいんだ、あ、私がマスク配信したらいいんだっていうことです。今吹きたい曲思い浮かんでる。でも今吹きたい曲ですよね。めっちゃパッて思い浮かんだのが黒い羊と君の名は希望。めっちゃ坂道さんの曲なんだけど、実は黒い羊も一回さらっと吹いたことがあって、全然練習で、なんかもう黒い羊めちゃくちゃ好きな時期があって、私
買ってるんですよ、このちゃんとこの中にも。でめっちゃ鬼リピしてた時に覚えて吹いてた。なんかすごいそのぐらい好きだったのと、あと君の名は希望はなんか乃木坂さんの一番好きな曲なんだけど、サックスで吹くとシャープとかフラットが一個もつかないキーで演奏ができるんですよ、弦キーを。なので私にとっては演奏しやすい感じ。なんかピアノだとミファソラミファソラシシシシラソファファミとかだけど、ミファソラの時点でもうミがフラットだし、ミファソラのラももうフラットで、シシもフラット、シシシシラララフラットみたいな感じの、ちょっとあれわかんない感じになっちゃうんだけど、サックスだとドレミファそう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 ファミレド、そうそう E フラットなのよ、さすが。そう S 管なので、うちアルトサックスが。あ、おもこいも吹きたいね、確かに。じゃあおもこいも練習しときます。なんかその辺は多分吹く。あとはコイントスも練習してた一時期。てれれ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 ちゃちゃらちゃれれれちゃちゃちゃらちゃららららららちゃららじゃらららちゃ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 んばじゃれれ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 れでれれれれでれれれでれでれが一番好きなの。なんかコイントスの蝶が好きで、その蝶のまんまもう動いてるだけなんだけど、すごいかっこ、めちゃくちゃかっこよくなってて、この蝶の普通にドレミをやってるだけなのに、なんでこんなにかっこいいんだろうってなって感動したから、コイントスもちょっとできるかも。クライミングはね、全然できるよ、うん、あ、イコラブさんとかもいいのかな。確かにイコラブさんも歌って大丈夫だったっけな。あった、じゃあ私の好きなずるいよずるいねとかできるのかな。あとなんだろうな、青春かケーキ停車はちょっとソロっていうよりみんなでやりたいからあれだな。ね、夢広がるね。ね、なんか夢広がってきた。え、他に何、何が逆に、あ、結晶とか好きだな。愛の結晶長い時間かけながらもっと好きになって形ができてゆく、意識しないまま思いやりが育まれ、寒そうな季節が来たって気にならない。うーん、疲れたニャンマリー、涙の表面中クライミリカワ的な、あれリカワ的な感じにしてももしかしたら面白いかもしれないですね。確かに、いいですね。あ、一杯の水、まあそれはもし私が10月の上旬の発表で
一番になってたらの話なので、もし滝野のサックスが聞きたいよって方はぜひ一緒に頑張りましょう。そうだった、そう、これは公約なので、まあそう、サックスの公約は今日はもうあれをツイートしたので、まあ明日ぐらいにツイートできたらいいなと思います。あんまりね、一日にいっぱいツイートしてもどれどれってなっちゃうからね。明日、そうだ、ペヤング食べてないね。ペヤングも食べなきゃ。確かに9月30まであるかな。そうだね、じゃあ中間ぐらいでちょこっと吹いてるのを載せたりとか、まあ、続きが見たい方は初回限定版を買ってねみたいな感じの。そう、ペヤングはね、うちのはもうないですよ。賞味期限切れてお母さんが持って帰っちゃったよね。思い出したね、ペヤング。あれはもうちょっとなんか自分がシュッてなってちょっと余裕が出てきたら食べますね。そうします。すごい覚えててくれてありがとう。そうだね、ぜひ拡散してください。よろしくお願いします。 Twitter、楽しいイベントなのにどんどん胸がキュッてしちゃう。ね、またユミリの君の名は希望聞きたいな。ね、私も演奏できたらいいな。ぜひいいねとリツイートとコメントよろしくお願いします。こんなに心が切なくなる恋ってあるんだね、キラキラと輝く。恋じゃないけどね、これは。ありがとうございます。ありがとう。なんかどうしたらいいんだろう。私別に重くしたいわけじゃないのにどんどん重くなっちゃう。重い女なのかな重い女なのかな重い女だった、私ごめんね。重いのかな軽いよりいい。まあ確かにね、やらーみたいな。いや、それもそれで素敵だと思う。もし公約で公約
成できたらこの曲を吹きますっていうのを、じゃあ歌おう、歌おう、あ、裸足でナマもいいな。でもとりあえず私の好きな、僕が君を初めて意識したのは去年の6月、夏の服に着替えた頃、転がってきたボールを無視してたら、僕が拾うまでコーチを見て待っていた。透明人間、そう呼ばれてた。僕の存在気づいてくれたんだ。熱い雲の隙間に光が差して、グラウンドの上僕にちゃんと影ができた。いつの日からか孤独に慣れていたけど、僕が拒否してたこの世界は美しい。こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。未来はいつだって新たなときめきと出会いの場、君の名前は一歩と言いました。君の名は希望でした。の履歴から探したらいい。好きな曲再生履歴、あ、再生履歴好き8曲しかないんだ。あった、いやいや、うーやいや、うーやいや、ベンチで寄り添うカップルたち、日差し側のように大事なものを包んでる。秋風並木道を過ぎたら、黄色い枯葉が住まい、その足元渦になる。君といつかは恋人のようにそばにいる。それだけで全て分かり合えるのかな。まるで愛の結晶さ、長い時間かけながらもっと好きになって、形ができてゆく。意識しないまま思いやりが育まれ、寒そうな季節が来たって気にならない。NMB さん決勝でした。自分が吹きたいなってやつ。
プライオリティとか、ああ愛を動かないでとか吹きたいな。うん、いいな。虫のバラードとかも吹きたいかも。うん、ね、一瞬で燃えて灰になってしまうよこのまま二人が消えたってそれも構わない。そう、抱きしめられたら私意外に好きな曲です。ランランランしてるけど、さっき見てた夢を思い出せない、すぐ消えてしまって切なくなるんだ、日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ、風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず、青い海に日差しが跳ねて君を乗せた船が近づくよ、 I can't stop loving you、愛は止まらない、離れ離れ時が過ぎても愛はなしあげ、ただ会いたくてそれが恋と気づいた今更、胸を畳んだ帆船のように、僕は何もできず凪の中にいた、やりたいことを見つけてとか言えいた、君は元気か、夢は見続けてるか、風が吹くよ入り江を抜け、待ちわびてた春と一緒に渡り鳥が帰ってきたら、僕はやっと君に言えるんだ、 I can't stop loving you、 溢れる気持ちどう話せば伝わるだろう、 I wanna hold you hand、 抱きしめたいよ波のように切ない願いを、風が吹いてくるまで Miss you、 僕は桟橋に立って君を待っていよう、風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず、青い海に日差しが跳ねて君を乗せた船が近づくよ、 I can't stop loving you、 愛は止まらない、離れ離れ時が過ぎても I wanna see you again、 ただ会いたくてそれが恋と気づいた今更、
そんな感じで終わりたいと思います。今日途中から来て歌ってるなって思った方は、私の公約としまして、あと2人で1000いいね行くよ。誰かしない？誰かしない？あと2つで、あと1個。1時間も経ってたね。お、1000にいいねになった。わーい。あ、1004。あ、ありがとう。今してくれたね、してくれたね、ありがとう、してくれてありがとう。いいね、ついでにリツイートもしといて、いっぱいいっぱいリツイートもしていろんな人に広めて。私の目標はリツイートが500いくといいなって思ってます。今半分ぐらいかな。ぜひ、なんかなった、あと半分いくといいな。全員いいね、ありがとう。今歌ったのがなんかそうでもないなと思った方も、あ、よかったなと思う方も、これをもし、そう、皆さんがたくさん頑張ってくださって一番になれたら、これを私はサックスで演奏します。しかもいろんな人が見れる、このショールームでしたいと思ってます。はい、なのでぜひ、何気にね、今まで3年間ショールームでサックス吹いてこなかったので、ちょっと満を持してじゃないけど、あんなに、私最初すごい嫌だったの、ショールームでサックスは吹くのが。でも最近はどこかのタイミングで演奏ができたらいいなって思ってたので、ぜひこのタイミングで演奏させてください。よろしくお願いします。投票方法は、これは劇場版なんですけど、この思い出せる恋をしようの初回限定版に入っています。イベント参加券があるんですけど、それをハガキに貼って送ってくれるとそれが1票になりますし、あとは STU モバイルに入っている方は STU モバイルから、その私のツイートから STU モバイル飛べるので、全然そこから飛んでもらって、はい、ぜひそこから飛んでもらって、ポチってやってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。いつもありがとう、ありがとうございます。ありがとう。なんか投票したよとか聞くと嬉しいし、なんか安心しちゃう。ギュってしてたのがね、なんかちょっとファーンって溶ける感じ。なんこんだけ買ったよとかで、これ全部投票するよとか言ってくれたら、なんかギュって固まってたのがじわじわ溶けてるので、今日はなんか寝れそうだから、皆さんがいっぱい拡散してくれたりとか、そう、モバイル入れたよっていっぱいいっぱい言ってくださったので、なんか今日はちょっといい感じに溶けて寝れそうです。はい、明日も明日とて一緒に頑張りましょう。明日はちゃんと私も CD 買ってきて、ハガキも買ってきて、なので一緒に明日ね、投稿できたらいいなって思います。あとは多分うち家族みんな STU モバイル入ってる気がするから、ちょっと家族にも頼んでみます。
ていう手もあるよ。みんな友達とかにお願いしてみようと。頑張ってる自分を褒めてあげてね。ありがとう。みんなも自分を褒めてあげたね。13位、夢のサンタさん、ありがとうございます。12位、アランさん、ありがとうございます。11位、エリオルマルさん、ありがとうございます。10位、スギヤンさん、よし、みんなでつかみ取りましょう、つかみ取りましょう。ありがとうございます。9位、タネさん、ありがとうございます。8位、ハルミーさん、滝の横神吉、ありがとうございます。7位、スダンプくんさん、一緒に1位目指そう、頑張りみりん、頑張りみりん。ありがとうございます。6位、ユッキンさん、みりん、ガチ恋中、ありがとう。近いが近い。5位が、橋健さん、初回限定版 CD 追加購入した、一緒に頑張ろう、ありがとう、一緒に頑張ろう、ありがとうございます。4位、トリダーさん、ありがとうございます。3位、くまねパパさん、ゆみりん、1番にこの人たちに任せとけ、ありがとう、頑張りましょう。2位、アルトさん、ゆみりん、1番に一緒に頑張ろう、頑張ろう、ありがとう。そして第1位がユビリン大大大大好き遠藤さん、ありがとうございます。今日のラッキー、あ、これ途中で壇上変わった、変わってない、変わったない、変わったない、何変わったない、かわいいな、顔ちっちゃい、にゃーん。ラッキーボーイ、ラッキーガールは、すごい皆さん今日もたくさんギフトありがとうございます。じゃん、たくまさん、ありがとうございます。たくまさん、明日いい一日になるでしょう、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、今のはね、ギフトを投げた方の中で順番とは別でだーってランダムで選んだ方を最後にいつもお呼びしてます。はい、台風気をつけてね。あの、なんか全然気軽に気をつけてねって言えるものではないんですけど、ね、今回の台風もすごくニュースでもたくさん言われてるので、しっかりね、私も気をつけるし、皆さんもいっぱい気をつけてくださいとしか言いようがないですが、うん、本当になんか自分のことも応援してくれるのも嬉しいけど、やっぱり皆さんが元気で生きてくれるのが一番なので、ね、私のことも応援してくれるのも嬉しいけど、それ以上にね、ちゃんと自分の身を守ってもらえると嬉しいです。それぞれね、私もいろいろニュースとか見てます、うん、ありがとうございます。それではじゃあそろそろ終わります。さっきツイートしたので、もし携帯1個しかないとかの方はね、後からコメントとかいいねとかいっぱいお待ちしてます。それでは最後までありがとうございました。明日も1日頑張りやみん。今日は1時間半2時間ぐらいしちゃった。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。おやすみなさーい、バイバーイ、おやすみなさーい。